パズル対決、たまたまね、1本目はあなたが取り、2本目が僕が取り、うん、1対1の状況で迎えたマジカルドロップ2。ワンはどこに行ったの？マジカルドロップ2。はじめまして。でもね、割と人気があるっていうのは知ってるんだ。だから2なんじゃない？だから、ぷよぷよだったから、ワンはどこ行ったの、うん、みたいなね。このタイトルは96年のスーパーファミコン用のアクションパズルゲームです。上から降りてくる玉、カッコドロップを取ったり投げたりして、同じ色の玉を縦に3つ以上並べて、これポイントね。うん、パネルのポンは、縦横。ゲーム終了時にプレイヤーの実力を段位認定するひたすらモード、10人の中から1人を選んで対戦を勝ち抜くストーリーモード。今回は2人用でやりたいんです。そういうモードきっとあるでしょう。4つのモードのうちに入ってることを願って。なかったりして。その時は違うゲームだ。天女様。男でーす。正解。もう面白い。天女様。あ、三つ目が通る。じゃがのつけど出てるだろ。怒られるよ、ファンに。スーパーファミコンの収録された音声をみんな好きなんだけど、今のヒエナ真似じゃなくて、ここにいるよ、今も好きなファンが。ゲームに収録されたモコモコの音声の再現、これ大事なんじゃない、遊び方。 B ボタンで球を取ります。 A ボタンで球を投げます。同じ球を縦に3つ。同じ球は一度に取れます。あ、中身して立って、ん、氷玉は消えません。そんな羽目があるのね。パネルでポンのとこの、うん、あのブロックみたいなやつだね、うん、同じ色の玉は全て消えます。あれ、これイージーモードないじゃん。わかんない、これだってデモでしょ。デモだ、こんな感じだよみたいな。早い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 。こればっかやってるから。あ、こればかりプロフェッショナル。やっていきましょう。スタート。ひたすら対戦、ひらめき、ストーリー。じゃあ対戦で、普通に対戦、じっくり対戦、普通でいいです。キャラクターの強さとかあるよ。これ何？え、イージーモード。何これ、ん、プロフィール、プロフィール、プロフィールなのこれ。天女様はよくわかりません。でもなんか設定できるんだよね、うん、このキャラクターでこの強さみたいなね。ほらあるじゃん、そういうの。本当はこのキャラ好きなんだけど弱いからみたいなものなのかな、うん、では普通に対戦。これでね、このスーパーファミコン真のパズル王が決まりますんで。だからこのゲームのチャンピオンでもあり、真のパズル王。最後はポコポコやるんですよ。ティンティケティン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 。それスーパーファミコンじゃないから。え、じゃあもうこの強丸がいいよ。あ、待って、他にある強丸。あれ、スペシャル玉って何？これあの芸人のみかんさんがさ、やる土屋アンナさんのもの似てる。みかんさん似てる。オセロのものまで見ないじゃん。スペシャル玉どうするよ、どうするよ。決まった？どれにすんの？これがいいなと思ったけど、超さ、鼻水が。あ、じゃあ僕もこれにしたらいいんじゃないの。あ、そうしよう。そしたら猫欲しいもん。平等でしょ、うん、あれ、これタロットなってんの。ほら、フール、イギーちゃん、ザ・フール、ジャスティス、正義、うん、なんていうの、ほら、ハイプリエステスとか、ザ・ワールド、ディオ、マジシャンズ・レッド、チャリオッツ。へぇ、そういうことよ、ストレンス、デビル。じゃあこれでわかんない、スタートで、レベル普通、簡単、まあ普通でいいんじゃない、うん、あれ、もしかして、あれ、え、
でも個別設定できたの。個別設定できた臭いよ。一旦平等。これで。え、どうなんだっけ？なんか A で取る、B で投げるだけ？逆かもしれないけど。だからちょっとやってみるよ。あ、B だ。B で取って、A で投げる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 。なんか連鎖、連鎖、連鎖、連鎖。おーイエーイイエーイイエーイ誰とりあえず3本勝負ね。3本で終わんないかもしんない。もしかしたら多めに見るかもしんない。とりあえずちょっとやってみてね。お、連鎖連鎖。間違えた。うやお、来るときは一気に来るんだね。うん、知らなかった。参りましたー。11。あれ、150っていう数字はさ、そんだけ消したら勝ちよ、みたいな。そうだね。わかんない。でもなんか、消したら数字が変わるから。間違えた、間違えた。なかなか連鎖のことまで考えられないね。難しいな。やばい、本当に来るときは一気に来るから早めに早めにやんないと。よくわからない模様のブロックもあるし、この子特有の何かなのかな。ああ、あの魔法の玉が強いよ、うん、あれ消すとなんか急に来る。急に来るね。しかもあの色だから赤なんだろうね。あれを3つ揃えるんじゃなくって。 OK、 じゃあこっからやろう。こっから3本選手。では皆さん予想してみてください。いきます、勝負。まとめて取っちゃうときがあるんだけど。うん、基本まとめて取るよね。あの、たくさんあるときね。これさ、一番弱い一応星のキャラクターでやってるけど、これ強いキャラだったらさ、あれでとんでもないことなんじゃないの？一回でも利用したら。今から利用しちゃおうかな。利用。ご利用ご利用ご利用。ご利用したけ、あれね、なんでこれさ、いっぱいなのに、あ、いっぱいなのに結構言うのだったってことで私一勝、あと2回よ。勝負。あの魔法を先に発動したものが勝つ。今目にもの見せてやるよ。勝たなかった？おかしいな、今ので勝つ予定だったんだけどな。そうでもないって。そうでもないよね。そうでもねえ。ああでもないたらこうでもない。
危ねえ、危ねえ、うわっ潰されたこれ何 ?1 対 1? 勝負おかしいな、でもセオリー的に合ってると思うんでね、先にあの得意球を消したらいけるんじゃないかと私はね思ってるんですよ。だからこれで勝つのさ。勝った勝った、勝ってない、勝ってねえのか。あ、やばいやばい、あの氷を消すためにはこうしないといけないんだっけ。でってでー、もらっちゃったな、悪いね、スーパーファミコンパズルチャンピオンになっちゃうな。続けるで、なんだ、あと1本もらったな。勝負、もらったもらった、はい、あれまだまだだった、おかしいな、魔法玉使えば勝てると思ったのに。コインみたいなのなんでいっぺんに取れないの。どれ見てらんないんだけどねこういう黄色いってこと？黄色、まだ手に持ってんじゃないの？うん、B で、僕が最初にさ言ってたように B で取って A で投げる、 B で取って A で投げるっていう心がけるや、今手に持ってるかどうかが分かるんじゃないかい、分かりやすいんじゃないかい。あぶねあぶねあぶね、おぶね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 、よし今から赤玉の赤玉発動、勝った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 、まだ、どうよどうよ今週のどうよ、やったーなーん、ね、あのなポイントは何、ゼロとかね、ほーら知らねえラスト、あれラストだっけ、どっちだっけ、これが今のがラストだったっけ。じゃあもう一回、今のでラストじゃないかもしれないけど、これがラスト、僕はリーチってことで、これでもらったんじゃね、まだ、これもらったなー、した数なということで私優勝しちゃいました。じゃあ最後にキャラ変えてもらっていいよ、僕はこれでいいよ、あなたは何が変わるの、わかんない、だそれも知りたいからさ、これでこのゲーム封印になるのもあれだから、じゃあこれで女神様、あれ天女様したかったっけ園子なんかやだな昔ながらどうする、それも変えちゃう、それも変えちゃう、楽々だいいよ、私だってチャンピオンだから、テクムクマヤコンチャンピオンだから勝負、これもだから3本勝負でいいよ、間違えた、つかみ間違えちゃうな、やばー消えろー、鈴木圭介
こういう場で言うときは3ね。3。お前に3が救えるか。まあまあまだ1回だから。またいらして。勝負。消します、消します、消します。間違えた。間違えちゃうな。取り間違えちゃいますね。おっとっと、間違いまくり。あれ、なんで？コット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 。どういうこと？なんで？一本取ったぜ。そう、結構ね、わかるよ。なんでっていうのが。なんで？割とほら、変な例えだけど、知らないうちに死んでたっていうね。あれじゃあ弱すぎるザコがさ。俺いつもに死んじゃ、早すぎていつもに死んじゃ、トグロがさ、ちょっとさ、カーってやっただけでさ、消滅しちゃうさ、妖怪みたいな感じでさ。あ、まずい。っていうのはヒントになっちゃうな。まずいとか言っちゃうとさ。ま、ほらさ、今攻撃で、今だみたいになっちゃうじゃん。間違えた。なんで？お前はもう死んでいる。なんで急に死んじゃうの？そういう北斗の剣のザコキャラが知らないうちにあべしゃべしゃべしゃべしって死んじゃうのと一緒だから。はい、続ける。もう2対1だから。2対1だから。楽しんでたのに。そうだよ。でも突然にだから。アベシだから、気づいた時には。あばい、取っといちゃったのがあたただったか、いけ、今さら。いや、今のは分かった。お前はもう死んでいる。どうよ。一番強いキャラに対しては勝ったよ。面白い本当、うん、よかった。なんかさ、反応が薄いから。集中。パネルのポンの時と比べて反応が薄いからさ、どうなのかなと思ったんだけど。
何この花垂らし小僧から天女様に変えた途端面白くなった、うん、何が違うよ。ほら両方経験してるものとしてはどうよ。並びが違うのかな。並びが違う。有利な並び、うん、うん、そんな八百長する。あと特技連続して取るっていうのを覚えてたから1個ずつやってたから。特技はどうなのよ。それは分かんない。それは分かんないんだ。 まだ謎解明中なのね。そこはね。間に合ってくれ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 。これでこれで一気にボロタで。お前はもう死んでいる。なんで死んだの。これが殺された方は分かってないのよ。こっちはもう飛行ついてるから。もう一回やる。だから私もう今何4回勝ってんの。 4-0?4-1? 分かんない。もうカウントできてません。始まった。遅れを取った。遅れ兄さん。なんで3つ揃ってるやつをさ、改めて3つ揃えないといけないの。それは上から降ってきたからじゃないの。投げつけないといけないんじゃない。もともと並んでるのじゃなくて上から降ってきた存在だから、自分で取って投げつけることによって消えるっていうことなのでは。あ、これ負けたな。あ、負けちゃったな。これはブラック負けちゃったな。これでどうなるか。これ面白いんじゃない？面白くなかった？間違えた。頼む。間違えた。え？なんで死んだの？お前はもう死んでいる。なんか時々なんでか分かんないんだけど。そうだよ。そういうゲーム性だっていうのは僕はほらもう数分前に気づいてた。今も分かんない。なんで。やられたが一気に振るからじゃないの。ぷよぷよみたいにさ、ちょびっとちょびっと降ってくるんじゃなくてさ、もう攻撃が一気にドカーンってくるのかな。だから気づかないってこと。うん、僕の攻撃がね、一気に入るからじゃないの。でも攻撃してる側も分かってないんだよ、どんぐらいの威力があるのかって。必死に消してるだけなんでね。これいいんじゃない？これいいんじゃない？いいんじゃない？生きてた？やばい！これでどうだ？ピンポンパンポンいってるよ。これは分かった。飛行ついたから。はい、6連勝。まだやる？まだやろう。キャラ変えてみよう。もう無理だけどね。おっしゃったから。間違いまくってる。間違えた。間違えた。間違えた。
どうだ、間違えた。うわ、来た。あ、違う。カラスが鳴いた。間違えた。間違えた。間違えた。それ欲しいな。それ早めに。いけ。あれ、なんで。なんで。死んでいる。なぜ。7連勝です。カウントはどっかで間違ってるかもしれないけど、体感7連勝してます。間違えた。間違えた。負ける。死んでる。8連勝です。さあ、10連勝はまであと2つ。キャラ変えてみんだよ。もう無理だけどね。押しちゃったから。結構さ、取り間違えとかさ、そこの列じゃなかったのにってのがね、多いな。一生懸命集めた氷だったって。それショックだね。あ、負ける。これでどうよ。間違えた。あ、間違え、まあまあまあ、負ける。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 なんで。お前ももう死んでいる。なんでなの。9連勝さ、最後10連勝かけていいんだよ。空気読まないで、ここで最後勝ってもらっていいんだよ。え、なんで急にこんなになってんの。ずるくね。大勝利ということで、ありがとうございました。とても楽しかったです。やめる。あ、私はジューブロックやめなきゃよかった。もうね、動かぬ証拠が残っちゃいましてね。スクショタイムだから。これはなかなかショックだよね。終わった後でこんなのが待ってるなんてね。押さなきゃよかった。今回はこれでね、お開きとなります。お付き合いありがとうございました。